演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、朝日食品の朝日食品にグラこういったグラノーラクラッカー4種類を食べたいと思います。まずこちらがメープルクルミ、フルーツグラノーラ、大豆グラノーラ、蜂蜜レーズン、4種類とも美味しそうですね。それに体にもいそうだ。新聞の朝日はこんなやつ食べなくてが美味しい。何気なく、ではちょっと出していきますね。こちらフルーツ、こちらがフルーツ、大豆で、これは蜂蜜レーズン、メープルクルミですね。ではまずこのシンプルなフルーツから、パキッといい音。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どのクラッカーも香ばしくて美味しいです。中でも一番のお気に入りはやっぱりあれですね。最初に食べたこのフルーツグラノーラは、食べた瞬間にアップルパイのような香ばしさが口の中に広がってきました。ザクザクとした食感とその香ばしさが相まってとっても美味しかったです。お手軽に食べられるアップルパイと見てもいいかもしれませんね。リンゴも入ってましたし、ね、で、その次に食べたメープルクルミ、こちらは袋を開けた瞬間にメープルシロップなど香ばしいちょっと甘めの香りがふわっと香ってきて、それを食べてもメープルシロップの甘みを口の中に広がることができてきて、しっかりと感じることができてとっても美味しかったです。舌回せませんね。で、続きましてのこちら、蜂蜜レーズン。これはちょっと蜂蜜とレーズンの味は弱かったかなという気がしましたね。香ばしさはあるのですが、もうちょっとレーズンが主張しても良かったかもしれません。せっかくレーズンの甘酸っぱさがあるのにそれを感じられなかったのは残念でした。で、最後に食べたこの大豆グラノーラ、こちらはカカオのナッツと感じますが、見た目はチョコレートっぽいんですよ。チョコレートよりはココアに近い甘さがありましたね。大豆の豆臭さはほとんど感じられず、ココアが好きな方にはぜひおすすめできるグラノーラです。で、4種類食べてみたのですが、個人的に一番お気に入りだったのはやっぱりこのフルーツグラノーラで、こちらの点数とさせていただきます。やっぱりアップルパイに似た香ばしさは自分の好みだったんですよね。で、次はほぼ同点でこの2つでこちらの点数とさせていただきます。どちらもそれぞれの個性のあは感じられましたね。で、最後は先ほどもちょっとダメ出しをさせてもらったかもしれないので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっとレーズンが強くても良かったかもしれませんね。先ほども言いましたけど、ではこれで体もいい方向にはなりませんよね。いくらなんでも食べ過ぎだ。ではカタツムリ、火を見るのかなその背中、回っていって着火して火の車になるなんてことは考えたくないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。